こんばんは。夕方のグールニュースのお時間です。ここに来て東京グールのグッズが続々と登場しているようです。東京グールの主人公金木健がグッドスマイルカンパニーのポップアップパレードシリーズからフィギュア化することが先日発表されました。発売時期は2020年10月を予定しています。全長約170ミリ、価格は税別3545円とお手頃価格となっているようです。続いてのニュースです。テレビアニメ東京グールの戦闘シーンをイメージした新商品が発売決定しました。すべて新規書き下ろしとなっています。今回書き下ろされるのは金木健、霧島透夏、築山柊、よもれんじ、歌、霧島綾人、鈴谷十三の7人です。グラフアーツショップから発売され、発売時期はなんと明日6月26日金曜日から7月9日木曜日の期間限定で発売されます。この報道を受け、 YouTube で東京グールに詳しい動画投稿者のエネム氏は、グールの新商品発売がよほど嬉しかったのか、勢い余ってテレビアニメ東京グールと東京グールルート A のブルーレイボックスを両方ポチってしまった模様です。彼は先日28万円の東京グールジオラマフィギュアを購入しようとしてましたからね。このタイミングで新商品が出てくれて本当に助かりました。ああ、僕の話ではないですよ。あくまで彼から聞いた話です。では本日のグールニュースは以上です。